はい、こんにちは。今日もですね、今日も、また、マニアックなんですね、何それっていうようなお話なんですけど、還元小生は何度かなっていうね、お話をちょっとね、僕実際実験したことがあるので、その話をしたいと思います。まあ普通、まあ本とかですね、まあ学校なんかで習うのは、大体、まあ人によって若干違うみたいですけど、例えば850から950の間ぐらいからスタートするっていうことが多いと思います。で、その、まあそうですね、例えば、900度としますよね。例えば900度だったら900度あたりでちょっと、寝らしてですね。寝らすっていうのは、上げないように、こう、キープして、その間にこう、釜の中、やっぱりこう、若干その、温度差っていうのはどんな釜でもできるので、なるべくそれを均一な状態にして、いい？みんな、スタートするよみたいな感じで、還元が始まるみたいなことですね。で、その時に、まあ、僕は昔ちょっと、普通還元させない釉薬を還元して、また戻してみたいなことをやってたんですよ。で、それで、なんか、やっぱ当然その、うまくいかないんですよ、最初。で、いろんなこと考えて、ああしよう、こうしようとかやったときに、結局その、還元を強くしすぎなんじゃないかなって、その時思ったんですよ。だったら、その、例えば還元させてる時間を短くしてみようかなとか、短くするために、じゃあ、その、スタートする温度を変えてみようかなとか、そういうバカなことをね、いっぱいやりました。やりました。で、その時の記録がですね、残ってる。もう10年以上前のやつなんですけど、ですね、最初は、1000度ぐらいのスタートにしてみました。で、1000度ぐらいにスタートして、まあ、後々その、自分の仕事のやり方が安定してですね、だいたい6時間ぐらい僕は還元の時間を取るようにしてたんですよ。だいたい1100ちょっとぐらいまで還元状態っていうことですね。で、それを、まあ、この時が4時間ぐらいで、まあ、やってるわけです。そしたらですね、1000度スタートでもね、あんま変わんなかったんですよ。まあ、その僕のやり方もあると思うんですけど、あんま変わんないなと思って、じゃあ900度とかいう根拠は何なんだみたいな。ことだったんですよね。で、じゃあ別にあんまりそんな深く考えなくていいのかなみたいな感じでやったんで、その次にやったのもやっぱ1000度から、やっぱり4時間でやってみました。結局それは最初にやった、それが本当に再現性があるのかってことですね。もう一回同じことができるのかっていうので、やったんですけど、まあこれもまあまあだったっていう記録になってます。で、この次ですね、その次、1010度でスタートして、今度は4時間、最初のね、実験2回は4時間でやってたのを、まあ、3時間でやめてみようって思ったんですね。バカでしょ。ね、0.4 リューブいっぱいになってないんで。それでやったらですね、まあ見事に、一釜全部パーになりました。で、それどうしてそうなったかっていうとですね、その、まあ、ちょっと今それが、もう残ってないんですけど、どっか、あるっちゃありますけどね、その、要はですね、もう、その時の、その、できた作品っていうのは、お前何になりたいんだみたいな、なんか還元なのか酸化なのかみたいな、もう何になりたいのお前みたいな、ものすごい中途半端な、もう何とも言えない、なんとも言えないものができてしまったんですよ。うわーと思って、しまったと思ってですね。まあ、一釜パーですよ。はい。で、まあ、それで、まあ逆に分かったこともあるんですね。要は、還元かける場合、当然その、前もお話ししましたけど、粘土というものに熱が伝わったり、反応が起こるのは、ものすごく時間がかかります。例えば、還元スタートだってスタートしたら、すぐにその中の作品のね、釉薬とか、その土がですね、還元されていくのかって言ったら、そうでもないわけですね。だからやっぱりその、相手はもう粘土とか釉薬なわけですから、ちょっと変えたぐらいでスーパッと反応したらしないわけですよ。だからものすごくそこは大事な時間、温度なわけですね。だから、そこはしっかり時間をかけた方が
いいんだっていうね、当たり前のことっちゃ当たり前のことですけど、それをまあやってみて本当に実感しました。だから恐る恐る還元かけて還元戻しみたいなことやってたんですけど、あ、そうじゃないんだなっていうのがこの実験で分かったから、その次の小生からもう怖がらずに思いっきり還元かけるようにしたんです。そして最後参加気味にこう寝らして戻してっていうのをやった時に初めてうまくできました、その作品が。で、それを持って、師匠のとこにね、作品上師匠っていうのが僕いるんですけど、その方のを目指してたんで、その当時は。それを持って、こういう風になりましたみたいなの店に行けたんですよね。だから、この時が、これだから、そこまで小生15回ぐらいかかってます。だからそういうね、バカなことしなければね、よかったんでしょうけど、やっぱり僕はやっぱなんていうかな、作品作って売るっていうのも大事なことだったんですけど、やっぱり自分がですね、がっつりどこかで弟子入りしたりとか、生徒所で働いたりっていう人間じゃなかったので、その期間はちょっと余裕を持ってですね、いろんなことをやってスタートしようって思ってた部分もあるんですね。で、もちろん経済的に大変でしたけど、でもそれをやったから、こう分かったっていうことですね。だから、教科書でこの温度時間やるんだよっていう知識とですね、体験した知識っていうのはもう全然やっぱり別っちゃ別です。だからそんなにこう恐れる必要はない。例えば、ちょっと飯食ってて、あ、いかん、950度になっちゃったみたいな、やべえとか思う必要もないってことです。だいたいそこから始めて、まあ、ね、6、7時間かけてれば、ちゃんと還元になるわけなんですよ。で、もちろんですね、人によっていろんなやり方があって、ある人は、例えば、釜のね、その小生最後まで還元状態で行くっていう方もいらっしゃるようですし、例えば、ずっと参加なんだけど、わざとちょっと最後還元にするような、やり方もあるそうです。僕はそれやったことはないですが、そういうやり方もあるんだっていうことをね、ちょっと、読んだことがあります。だから、還元何度で始めるのか。もうね、これ僕ですよ。僕の答えなんで、あんま言わない方がいいと思いますけど、僕の答えは別に何度でもいいんじゃないってことです。もちろんさっき言ったように1000度超えちゃうと、もう変な風になるので、ね、やっぱそれ以前の問題。だから850だろうと900だろうと950だろうと、そこはそこまで変わらないと、あえて僕は言ってみたいと思います。だから、そこでじっと待って、あと20度だとか待つんだったら、もうちょっと風呂入んないといけないからもうかけちゃえ、みたいなね。そんなんでいいと思います。だから、なんていうかな、科学的なアプローチをやる必要は焼き物の仕事ってのはありますが、そこまで厳密でもないっていうことです。例えばもう何 cc とかいうのを測るとかね、0. 何 g っていうのも測る。もちろんそれ大事なんですけど、調整もね、きっちりこの時間でとか、今何度だからっつっても前、温度計の話したと思うんですけど、そんな正確な温度に、測定できませんから。あくまで熱伝対のある場所の、あなたの熱伝対と、その温度計の誤差の中で表示されている温度なわけですよ。だから、僕が言った900度と、あなたの釜の900度は全く違います。全くって言っても、まあ、10度、20度の世界ですけどね。でも違うんです。だから、そんなに、厳密になる必要はない。それよりも、時間ですよね。だから、いつも言ってますが、早くやっていいことなんか何もないと僕は思います。特に小生に関しては、早くやれたからって言って、得することは、まあ、ほとんどないと言い切ってもいいのかもしれません。で、還元一体何度なのか。ね、大体その辺からスタートすりゃいいんじゃないみたいなことです。だって、そうでしょ？例えば、お料理に例えたらですね、何度からやるんだとかね。なんか、ルーは何度で入れるんだとか、そんなこと考えないじゃないですか。もうそれと一緒ですよ。それだったら味見をするように、こう、色味を入れといて、出して、あ、いい感じとかいうのをね、確認できるようにした方が、よほど、いいと思います。ね。皆さん、何度でやってますか？何度でスタートして、何時間やってるのか。ね。その根拠は何ですか？っていうことです。ね。こうやって僕が、バカみたいな実験したんで、もう無茶なことはしないで大丈夫だと思います。ね。まあ、今回もちょっとね、マニアックでどうでもいい話でしたけど、まあ、これからも、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。